ニュージーランドの競馬では、ニュージーランドにおける競馬について概説する。ニュージーランドは南半球にあるため、北半球とは夏冬が逆転している。そのため、8月1日から7月31日までが一つのシーズンとされる。一つのシーズンが年をまたぐため、一般に2012、2013シーズンのように表現し、 各種統計はこの単位で集計される場合が多い。また、競争場は8月1日になると一切バレーを加算する。北半球とは種付け時期が半年ずれることを利用し、北半球と南半球を行ったり来たりして、年に2回し付けを行う、シャトルシュボバも盛んである。サラブレッドの生産頭数は約4500頭。馬産の中心地は、 北島のワイカトである。サートリストラムやザビールをつなぎようしたケンブリッジ牧場が有名である。ニュージーランドで盛んなつなぎが速歩競馬、歩競馬を行う平地競馬場はレースコースと呼ばれる。ニュージーランドを代表する3つの平地競馬場は、首都ウェリントンのトレンサム競馬場、最大の都市オークランドのエラズリー競馬場、 南東最大の都市クライストチャーチのリカルトンパーク、競馬場のサンバである。この他各地に競馬場がある。競馬の開催は各地のレーシングクラブが行う。レーシングクラブの会員になるには、おおむね数十ニュージーランドドールから数百ニュージーランドドールの年会費を支払う。国内の主要な団体は、ウェリントン競馬会、オークランド競馬会と、 クライストチャーチのカンタベリージョッキークラブの3団体である。日本の4分の3の国土面積ながら全国各地に60の競馬会があるが、年間1開催しか行わないものや、経営難から事実上休止している競馬会もある。これらを含め、国内の平地競争はニュージーランドサラブレッドレーシングが統括している。 ハンデ戦が多く、オーストラリアとの競争場の往来も多い。このほか南東を中心にしたつなぎが速歩競争を行う、競馬場は、レースウェイと呼ばれ、団体や NZTR などが、ニュージーランドレーシングボードを作っている。競馬の黎明期には、ギャロウェイ種、白人種、など様々な品種の馬による、混合競争が行われたが、1860年に、 初めてサラブレッドだけの平地競馬が行われるようになった。サラブレッドは1840年代からイギリス、オーストラリア、南米などから輸入された。平地競争隣国オーストラリアと同様にニュージーランドでも競馬は主にギャンブルとして発展した。そのため各馬が平等な条件で競争する定量戦、バレー重量戦よりも強い馬と弱い馬のどちらも 同じぐらいかつ可能性がありそうなハンデ戦の方が主流となった。このことは種ボバ選定競争という意味でのクラシック競争の価値がそれほど高くないということを意味する。このため国内のダービーなどのクラシック戦を勝った者もすぐに引退して種ボバになるということはない。こうした者も虚勢されて馬になって長く。 競争生活を送る傾向が強く、シュボバはもっぱら、イギリスやアイルランドからの輸入に頼っていた。少なくとも1960年代半ばまでは、国内の種ボバの95%以上が、イギリスアイルランド産だった。19世紀の終わり頃には、各主要都市や地方都市の競馬クラブが集まって、クホ競馬協議会を組織した。協議会では、中長距離重視の原則を立て、 この原則は少なくとも1960年代まで維持された。その結果、ウェリントンカップやオークランドカップのような2マイルのハンデキャップ競争がニュージーランドで最も賞金の高い競争となった。クライストチャーチのニュージーランドカップとウェリントンの HR、チャルマーズハンデがこれに続いた。また、地方の競馬クラブでは競馬試行規則でカップ戦を1マイル1。 4以上で行うべしと定め、実際に11から12波論で開催した。重要な長距離戦は、競争場の成長を待つために、晩春や夏に行われた。馬の方も2歳の早い時期から競争に出すことはあまり行われず、3歳や4歳まで牧場で過ごして、十分に成長するのを待った。クラシック競争は、はじめに、南東のクライストチャーチで始まった。 すぐに北島のオークランドでもこれに続いた。やがて両者の中間にあるウェリントンでもクラシック競争が行われるようになり、3カ所でそれぞれクラシックレースを行うようになった。しかし、ウェリントンに首都が移り、ウェリントンやオークランドのある北島の方が人口が伸び、それにつれて南東の競馬は衰えた。ウェリントン。 オークランドの競馬クラブがそれぞれクラシック五感を行い、クライストチャーチではダービーとオークスが行われた。これら各地のクラシックは1973年に再編された。速歩競争速歩競馬は1870年代にサラブレッド競馬の余興として始まった。オーストラリアでは速歩競争は人気が出ずに廃れたが、南東では 人気が出てアメリカントロッターを輸入して速歩競争が盛んになった。南東ではサラブレッドの平地競争と同じぐらい速歩競争の人気があり、現在もサラブレッド競馬を上回る高額賞金競争が盛んに行われている。障害競争障害競争はニュージーランドの競馬の発祥の時から存在した。1841年に ネルソンで起き障害を使った競争が始まり、陸軍将校によって盛んに行われた。1904年には、ニュージーランドサンバが、イギリスのグランドナショナルを勝つまでになった。場外馬券公社の店舗隣国オーストラリアは、世界最大の賭博好きと言われ、ブックメーカーによる巨額の賭博が行われていたが、それに伴って、数々の不正行為が問題になっていた。 ニュージーランドでは各地で設立された競馬会が共同して運営をするようになった。1880年には馬券の発売票数を集計する機械が発明され、翌年には掛けごととみくじ法を制定してパリミュチュエル方式による馬券発売を独占することに成功した。ブックメーカーはこれに反対し、非合法の馬券を売った。 しかし1949年には国民投票によって場外馬券公社が設立されて非合法馬券の撲滅を行った。2006年現在国内の馬券発売は競馬場内での発売を行うニュージーランドレーシングボードと場外馬券公社に限定されている。エラズリー競馬場、エラズリー競馬場は北島の国内最大の都市オークランドにある。 オークランドレーシングクラブが主に競馬を開催する。右回りの芝コースと障害コースがあり、芝コースには外回り1876メートルのオールドコースと内回り1713メートルのニューコースがある。かつて1875年に創設されたグレートノーザンダービーを約100年にわたって開催していたが、南東のリカルトンパーク競馬場のニュージーランドダービー、 と統合され、1973年からニュージーランドダービーを開催している。エラズリー競馬場の目玉開催は、年末年始のサマーカーニバル開催と、3月のオークランドカップウィーク開催である。サマーカーニバルは、ニュージーランドの祝日である12月25日、12月26日、1月1日を含んで行われ、ザビールクラシックなどが行われる。 オークランドカップウィークには国内2大カップ戦のオークランドカップのほかニュージーランドダービーなどが行われる。主な競争2016-2017シーズンの試行時期と賞金に基づく。トレンサム競馬場、トレンサム競馬場は首都ウェリントン郊外にある。ウェリントン競馬会がもっぱら競馬を開催する。メインシーズン以外の時期には他の団体が トレンサム競馬場で競馬を開催することもある。左回りの芝コースは1周2000メートルで、障害コースも併設されている。国内屈指の歴史を持つウェリントンカップ1月の、ウェリントンカップカーニバル開催では、伝統的なウェリントンカップが行われるほか、テレグラフ版で、ソーンドンマイルが行われる。このほか主要な競争は、ニュージーランドオークスなど、 主な競争2013-2014シーズンの試行時期と賞金に基づく。リカルトンパーク競馬場。リカルトンパーク競馬場は南東の代表都市クライストチャーチにある。カンタベリージョッキークラブがもっぱら競馬を開催する。1855年から競馬を開催しており、国内最古級の歴史を持つ。11月に開催されるニュージーランドカップウィークが、 最大のイベントで、この開催では、3200メートルのニュージーランドカップ、3歳のニュージーランド2000ギニー、ニュージーランド1000ギニーが行われる。このイベント開催中には、同じクライストチャーチにあるアディントンつなぎが競争場でも、国内最大のつなぎが速歩競争であるニュージーランドトロッティングカップが行われる。リカルトンパーク競馬場では、 かつて旧ニュージーランドダービーが開催されていた。これらの競争は1860年まで遡る国内最高級の競争で100年以上の歴史があった。1973年に北島で行われていたグレートノーザンダービーと統合され、それ以降はオークランドのエラズリー競馬場でニュージーランドダービーがウェリントンのトレンサム競馬場で ニュージーランドオークスが行われることになった。リカルトンパーク競馬場ではこの年から、ニュージーランド2000ギニー、ニュージーランド1000ギニーが創設されて、両レースがリカルトンパーク競馬場の3歳戦の主要競争に位置づけられている。主な競争2013、2014シーズンの試行時期と賞金に基づく。ヘースティングス競馬場、ヘースティングス競馬場は、 ホークスベイのヘスティングスにある。ホークスベイスプリングカーニバルに行われる G1 競争の3連戦はホークスベイ三冠と称される。9月上旬のチャレンジ S、9月下旬のウィンザーパーク P、10月初旬のスプリングクラシックがこれに当たる。主な競争テラパ競馬場、テラパ競馬場は北島のハミルトンにある。ハミルトンのあるワイカト地方は ニュージーランドの馬さんの中心地で、ニュージーランドのケンタッキーと称される。テラッパ競馬場は、左回りの一周1788メートルで、400メートルの直線を備えている。テラッパ競馬場では、もっぱら、ワイカトレーシングクラブが競馬を開催するが、年に数回、ケンブリッジジョッキークラブとタウマルヌイクラブも、競馬を行う。主な競争2013。 2014シーズンの試行時期と賞金に基づく。アワプニ競馬場、アワプニ競馬場は北島のパーマストンナオスにある。一周1800メートルで400メートルの直線コースを持つ。アワプニ競馬場では4つの団体が競馬を開催しているが、中でも有名なのが秋に行われる、サイアーズプロデュースステークスとアワプニゴールドカップである。オタキ競馬場、 お滝競馬場は、北島のウェリントンから40キロの北のお滝にある。1886年に結成された、お滝まおりレーシングクラブが主に競馬を開催している。お滝競馬場で有名な競争は、2013年、現在、ハウムイファームアットフェクラシックの名称で行われている、G1 競争である。テアロハ競馬場、テアロハ競馬場は、 北島のワイカト地方の外れにあるて、アロハにある。この競馬場で有名な競争は、4月の初旬に行われる、ニュージーランドブリーダーズステークスである。アボンデール競馬場、アボンデール競馬場は、オークランド近郊にあり、アボンデールジョッキークラブが運営している。一周1800メートル、直線450メートルの右回りのコースを持つ。 アボンデールジョッキークラブは1889年に創立され、1890年に初開催された。2000年代には経営上の問題から開催が休止されたが、2012、2013シーズンから再開された。2歳戦2013年現在、ニュージーランド国内で最高賞金の競争である。 賞金は100万ニュージーランドドールで、芝1200メートルのハンデ戦。2008年に創設された。出走できるのは、オークランド近郊のカラカで行われる一歳馬の、セリーチで売買された、競争馬に限られる。この制約のためグループ制の上では、格付けされず、LR の扱いである。優勝馬や出走馬を上場した生産者にも賞金が、出る。 日本との関連では、2012年の優勝馬、オッカムズレーザーは、北海道、早北町産のシャドーレイの産区だった。シーズン終盤の3月に行われる、1200メートルの G1 戦。以前は、エラズリーサイヤーズプロデュースステークス、2016年までは、ダイヤモンドステークスの名前で行われていた。ここの上位馬が、続くマムアツサイヤーズプロデュースステークスで、 有力視される。ニュージーランドを代表する二歳戦。1400メートルの G1。3月から4月に行われ、1908年に創設されて、以来、国内二歳チャンピオンの決定戦となっている。サイアーズ・プロデュース・エスという名称の二歳戦は、オーストラリアなど各地で行われているため、本競争を区別するため、 マナワツ・サイヤーズ・プロデュース・ s などと呼称することも多い。三歳戦1973年に北島のグレート・ノーザン・ダービーと南東のニュージーランド・ダービーを統合して誕生した。統合後は北島のエラズリー競馬場で開催されている。創設時はシーズン終盤の5月に施行され、国内三歳戦の総決算の色合いが濃かったが、 サマーカーニバルの開催に変わり、さらに近年は3月のオークランドカップウィークに行われるようになった。この結果、ニュージーランドダービーをステップに数週間後にオーストラリアで開催されるオーストラリアンダービーに出走できるようになった。1973年に南東に創設された3祭戦。1973年のクラシック再編で、 北島のグレートノーザンダービーと南東のニュージーランドダービーを統合し、北島にニュージーランドダービーを後継競争とした。この時、ダービーがなくなる南東のリカルトンパーク競馬場には新たに2000ギニエが創設された。かつて南東ではクライストチャーチのリカルトンパーク競馬場でオークスが行われ、北島ではウェリントンでウェリントンオークスとして行われていた。 1973年のクラシック再編時に統合されてニュージーランドオークスに改められウェリントンのトレインサム競馬場で開催するようになった南東にはこの時に1000ギニーが創設された1973年のクラシック再編で南東と北島のオークスを統合し北島のトレインサム競馬場のニュージーランドオークスが創設されたこの時 南東のリカルトンパーク競馬場には新たにニュージーランド1000ギニーが創設された3歳以上スプリングクラシックの前身であるキャピタルステークスはかつてニュージーランド国内最高賞金を誇った競争北島の東海岸にあるヘースティングス競馬場の名物競争で芝10ハロンスポンサー企業のケルトキャピタルリミテッド社が出資し2004年には 国内史上初の100万ニュージーランドドル競争になり、その後も賞金が増え続けて最盛期の2007、2008年には200万ニュージーランドドルに達した。しかし翌年から賞金は減少に転じ、2009年には120万ニュージーランドドルになり、さらに2010年にはケルト社がスポンサーから撤退して賞金は25万ニュージーランドドルにまで減り、 競争名もスプリングクラシックに改称した。コバの中距離 G1。創設当初はニュージーランド S の名称で行われ、日本との関連ではホーリックスこの競争を勝った後ジャパンカップに来日して優勝した。たびたび競争名が変わっており、1996年から2000年までは JRA がスポンサーとなって JRA クラシックの名称で行われていた。 1874年に創設された長距離戦で同時に創設されたウェリントンカップと合わせて2大カップ戦となっている。2013年現在は3200メートルの G1 戦で賞金額50万ニュージーランドドルは国内有数の高額賞金である。1874年に創設された競争でオークランドカップと合わせて2大カップ戦とされている。 当初は2マイルだったが、後に1マイル半に短縮になった。2400メートル時代は50年ほど続いたが、1970年代に、再び3200メートルになった。2009年に2400メートルに改められた。2017年現在は G3 戦であるが、賞金の20万ニュージーランドドルは、国内の G1 戦と全く同等で、 トレンサム競馬場のウェリントンカップカーニバル開催の中心競争となっている。2016年より3200メートルになる。3歳以上のスプリント戦で G1。1890年に創設され、現在は真夏の1月1日に行われる。同盟の競争がオーストラリアのアスコット競馬場やアイルランドのカラ競馬場でも行われている。 主要競争日程ニュージーランドを代表する名馬、ファーラップニュージーランドでは、平地競争と同様につなぎが速歩競争も人気がある。もっぱら、スタンダードブレッド種によって行われている。最も賞金の高い競争は、ニュージーランドトロッティングカップで、賞金総額は、ピーク時で120万ニュージーランドドルで、つなぎが競争としては、世界最高賞金だった。 2013年現在では75万ニュージーランドドールの賞金になっている。2007年のインタードミニオン、電動場のみ。ABCDEFGHIJK、海外競馬完全特本海外競馬編集部、編、東方出版、間、2006P134 から135例えば、南東西海岸のウェストランドレースクラブという、比較的小さなクラブでは、 年15ニュージーランドドルだが、ウェリントンレーシングクラブになると、年200ニュージーランドドル、ゴールド会員は500ニュージーランドドルといった、具合である。ABC、ニュージーランドの競馬場、公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナル。www.jairs.jp。2021年3月31日閲覧。 abcdfghijklmn, e opqrstuvwx, 競馬百科日本中央競馬会変ミントカン 1976, p420 から 421, ニュージーランドハット abcdfghijklmn, e 競馬の世界史ロジャーロングリグチョ原田俊二訳日本中央競馬会交際会 関、1976、P254 から262、オーストラリアとニュージーランドハット AB、優秀日本中央競馬会。1967年8月号、日本とニュージーランドの生産 P12 から16、ABC、サラブレッド、ピーター・ウィレット著、日本中央競馬会。関、1978、P201 から223、オーストラリア。 ニュージーランド及び、南アフリカのサラブレッド、ハット NZTR 公式サイト、メルボルンカップ、ニュージーランドサクセス2013年10月30日、閲覧。サラブレッドヘリテージグランドナショナルカチウマ一覧2013年10月30日、閲覧。サラブレッドヘリテージモイファ2013年10月30日、閲覧。ABC、競馬の世界史、ロジャーロングリグ。 ちょ、原田俊二、分け、日本中央競馬会、交際会、勘、1976、P303 から304、オーストラリア、ニュージーランド、インド、極東、ハット NZTR 公式 HP、WRC2013 年11月1日、閲覧。AB トレンサム競馬場公式 HP。 ハット AB2016 年結果 BREDNET.com2016 年7月29日閲覧 ABNZTR 公式 HPCJC2013 年11月1日閲覧 NZTR 公式 HP テラパ競馬場 AB ハービーダイクエスに解消 EN スタッフ CONZ2013 年11月1日閲覧近年までは エラズリー競馬場で、エラズリーサイヤーズプロデュースステークスが行われていた。ABCNZTR 公式 HP、おたき競馬場2013年11月1日、閲覧。ハウヌイファーム公式 HP2013 年11月1日、閲覧。おたきマオリ RC 公式 HP2013 年11月1日、閲覧。 テアロハ競馬場案内2013年11月1日、閲覧。NZTR 公式 HP、テアロハ競馬場2013年11月1日、閲覧。NZ スクープニュース2009年4月3日付、NZ ブラッドストックブリーダーズ、ステークスアットテアロハ2013年11月1日、閲覧。AB アボンデールレーシングクラブ公式 HP、 ハット NZTR 公式 HP アボンデール競馬場案内日本の種ボバロク8白い通るチョサラブレッド血統センターカン1998 P42 ニュージーランド主要 G1 レースとして国内12の G1 競争の一つに挙げられている アボンデールカップ歴代勝値馬2012年、アボンデールカップの結果ハットザインフォーマント氏2012年3月13日付、ダイヤモンドステークスプリンシパルズコインファームドフォーマナワツ、サヤーズ、プロデュースステークス、ハット NZ ヘラルド氏2009年5月29日付2013年10月31日、閲覧。キャピタル S の賞金が80万ドルカット。ありがとうございます。